everyone. We are going to cook kechin jiro soup today. It's a regional dish of Kamakura, Kanagawa. The vegetarian soup made in Kenchoji Temple is said to become kechin jiro. It's a soup with vegetables and crushed tofu. Buddhist cuisine does not use meat or fish. It is based on the gratitude for food and valuing life. We will also make yaki onigiri today.けんちん汁の材料です。人参、大根、ごぼう、こんにゃく、里芋、お豆腐、そして干し椎茸と昆布です。まず、だしをとる干し椎茸と昆布です。お水 600ml を加えて、一晩つけておきます。翌日お出汁が取れたので椎茸を絞ります。石突きを取って細く切ります。けんちん汁は精進料理なので肉や魚を出汁に使いません。代わりに椎茸と昆布で出汁を取ります。大根と人参は小さく切っておきます。大根と人参は洗って、皮を剥かずにすべての部分を使います。天地の恵みである農産物を大切にします。皮を剥いた里芋も小さく切っておきます。こんにゃくは一口大に切ります。こんにゃくは精進料理の食材として使われてきました。ごぼうはそぎ切りにします。具材は薄く細かく切ります。多くの就業層に平等に行き渡るようにとの考えからです。小松菜は3センチくらいの長さに小さく切っておきます。お豆腐 150g は手で潰してお鍋に入れます。塩を少々加えて、からいじします。けんちん汁にはお豆腐は欠かすことのできない食材です。お豆腐を潰すのは、たくさんの人に行き渡るようにという考えからです。それでは鍋で煮ていきましょう。ごま油大さじ1杯を鍋に入れて加熱し、こんにゃく、しいたけを炒めます。順にごぼうを加え、人参、大根も加えてよく炒めます。ごま油で炒めるのがけんちん汁の特徴です。里芋も加えて炒めます。椎茸と昆布のだし 600ml を加えて煮ます。蓋をして20分くらい野菜を煮ます。野菜が煮えたらお醤油とお酒をそれぞれ大さじ2杯ずつ加えて味付けをします。精進料理では薄味にして食材の味を引き立てます。ここで空炒りしておいたお豆腐を加えます。お豆腐はタンパク源として精進料理に欠かせない食材です。しかし昔はお豆腐は庶民には食べられない贅沢品でした。ここでちょっとお味を見てみましょう。お好みで一つまみのお塩あるいはお醤油を追加してください。最後に刻んだ小松菜を加え火を止めて蓋をして蒸らしたら出来上がりです。さて焼きおにぎりです。炊きたてのご飯 400g に大さじ1杯のお醤油と大さじ1杯の炒りごまを加えて混ぜ合わせます。
4つに分けて広げたラップの上に取ります。手で三角のおむすびを作ります。いつもより少し固めに握ります。おにぎりを冷まして乾かしておきます。この間にお醤油とみりんを大さじ1杯ずつ混ぜ合わせてタレを作ります。では焼いていきましょう。焼き網に油を塗っておきます。弱めの置き火の上におにぎりを並べます。昔の人はおにぎりを焼いて保存しました。竹の皮に包んで旅に持って出かけました。腐りやすいご飯を長持ちさせる知恵ですね。焼けたら醤油とみりんのタレを塗ります。両面に2回ずつ塗ったら出来上がりです。さあ、できました。お醤油の香ばしい良い匂いがしますね。では盛り付けていきましょう。寒い冬の日にいただく熱々のけんちん汁は身も心もほかほかに温めてくれますね。精進料理は今も日本の生活に息づいています。さあ、できました。熱々のうちにどうぞ召し上がれ。冬の暮れ、ふるさとの家、古き窓、けんちん汁の匂い懐かしい。